カール・フォン・リヒテンシュタイン元帥、カール・ボロメウス・ミハエル・ヨーゼフ・フォン・リヒテンシュタインは、オーストリアの貴族、軍人、陸軍元帥。リヒテンシュタイン公子エマヌエルとその妻の伯爵霊嬢、マリア・アントニア・フォン・リートリヒシュタインの間の第二子、次男として生まれた。すぐ上の兄は、リヒテンシュタイン公、フランツ・ヨーゼフ一世である。若くして、オーストリアの騎兵連隊に入隊し、 オーストリア継承戦争中の1747年にネーデルラントでの遠征に参加した。7年戦争中に急速な昇進を遂げ、1757年に大佐となるが同年にライヒエンベルク郊外で重傷を負っている。シュバイトニッツに一番乗りで侵入、制圧し、皇后マリアテレジアに勝利を報告して、先行を認められた。この功績により、 金曜も騎士団の騎士に助任された。さらにウィーンチュートンの第一竜騎兵連隊の連隊長兼司令官の地位を与えられた。1758年に、少々、1760年に中将に昇進した。1765年に旧兵部総監、1771年にプレスブルクチュートン軍の司令官、1775年に、 ニーダーエースターライフ州軍の総司令官に就任した。1778、1779年のバイエルン継承戦争中には、騎兵大将に昇進。戦争勃発直後に2万8000人の軍団を率いてライトメリッツ郊外に陣を構えた。ここに陣取ったのは敵のプロイセン軍がボヘミア北部国境を通過して、 戦地のバイエルンへ赴くのを阻止するためだった。その後、エルンスト・ギデオン・ホンラウゾンの率いる軍団と合流した。この戦争でオーストリア軍は全体的に不利だったものの、リヒテンシュタイン自身は戦勝を重ねた。1788年に始まったオード戦争では3万6000人の精鋭軍の最高指揮権を与えられてクロアチアに陣取り、 ルビツァ包囲戦などに参加した。その後、神聖ローマ皇帝ヨーゼフ2世により、陸軍元帥、枢密古門官、自重の地位を与えられた。1761年3月30日に、ウィーンにおいて、エッティンゲン・エッティンゲン及びエッティンゲン・シュピールベルク公、アロイスの娘エレオノーレと結婚した。エレオノーレは、ウィーン社交界の中心となり、皇帝ヨーゼフ二世の親友として、 皇帝の政治に強い影響力を持った。夫妻は間に7人の子女を設けた。夫妻の子孫はリヒテンシュタイン家内のカール系を形成したが、1908年に断経が絶えている。ありがとうございます。